皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、昨日動画でお話ししたように、日曜の夜にまとめて3本撮っている動画の2本目でございます。若干この3本は時間が短めになるんですけど、ごめんなさい。っていうのがコンセンスフルートの、紹介を間違えそうになるので、一気にまとめて撮っています。お許しください。今日はうちのコンセンスフルートの中でも、一番目立つ子ですね。開けていただいたら、はい、開けて見ていただいたら一発でわかります。はい、黒いんですよ。以前動画でご紹介したと思うので、その時のまた聞いていただいたらと思うんですが、よいしょ。これもね、ワンセット全部くっついてるんですよね。掃除棒もあり、フルーターもあり、説明書もなぜか2つ。ということは、この持ち主さんは、いわゆるこのコンサイスフルートとフォークフルートを同時に持っていったという感じですね。これね、フォークフルートって書かれた時のオレンジの説明書でした。オレンジの説明書の時が、だいたいコンサイスフルートって書かれてるやつが多くて、この青いやつが、フォークフルートって書かれてたりするんですけど、これ両方そうですね。で、この面白いのは、このケースの中にフルート入るところどこにもないんですけど、はい。これハマった状態で、うちにこういう状態でやってきたので、多分、この2本持ちされてた方がカスタマイズされて、フルートがないやつを、多分、誰かに譲ってあげたのかな、なんて思ったりします。これも、非常に、可愛らしくて愛着のある、なんか、オリジナリティが高い、はい、見た目ね、素敵ですよね。この子はね、ちょっとね、関東寄りからやってきました。関東まで行かないかな、ちょっと間ぐらいかな、察してください。はい、ということで、この子も結構ね、なんて言うんですかね、状態が良くって、演奏するのに、私が一番よく使う楽器になりそうな感じです。はい、見た目も可愛らしいですしね。あ、可愛らしいというかかっこいいかな。なんか木管のフルート吹いてるみたいですね。あ、フルートはもちろん外します。ただここに入れるところがないので、うちに来た時と同じように、フルータをこういうふうにはめたまましまって、で、このついてきた説明書も紛失しないように、一式このようにして、で、閉じて、で、これボタン式ですね。パチンってするタイプです。ファスナー式とボタン式と、あともう一個何やったっけ、なんか、もう一個、マグネットじゃなくて何だったっけ、なんか、あ、もう一個あるんですけど、ちょっとうちでは取り扱いが、今のとこなかったはず。うちね、ファスナー式が一つと、あとは全部このタイプで、カバーの色が違うかなっていう感じですね。はい。ということで、コンサイスフルートもうちにあるの、あと残り一つになりました。そこまでを取ってしまったら、コンサイスフルートシリーズ、終わると思うんですけど、実はこれ、SM フルートシリーズの中で8本目ですね。コンサイスフルートが1、2、3、4、5、6本、SM フルートが1本、ピコロが1本あります。ということで、始めれそうでしょ？コンサイスフルートオーケストラ。はい。ということでね、今お手持ちでコンサイスフルート持ってるよという方、遠方でもいいよ、大阪駆けつげるよっていう方いらしたら、はい、2025年ぐらいに一緒にできればいいななんて思っています。またその時はね、YouTube か何かでね、はい、募ります。有志募ります。ということで大切に、持って練習しといてくださいね。まあ、そんなわけで、あと残り1本です。はい。またご紹介しますね。それでは皆様、またね。